じゃあお願いします。はい、姉さんには宿子だを買ってもらいました。はい、まあ、シリーブで分かると思いますけど、最初はグーじゃんけんぽい先へー。あー、じゃあお願いします。はい、お願いします。ジラー力の差は強いです。ジラー下は強い。ネストボールからまずは、はい、種ポケモン1枚、ベンチに出すと。はい、エタモンプリズムスターベンチに出します。はい、出して、うん、いいか。でカットお願いします。はい、で、願い星、はい、上から5枚で、あーまあまあまあ、まあ、さっきの解析開始かな。さっきの解析で、そのまま使うので、はい、お願いします。はい、で、じゃあ使います。はい、上から7枚でトレーナーズを手札に加えると2枚。ボードと、あ、強い、うん、次の番のドローサポが欲しいのでこの2枚回収。リリーエス、はい、回収して、ここはまだありません。はい、じゃあポケモン研究所貼っちゃうぜ。あ、あっこれ最初から使えるんだっけ。使いますよ。貼って、で、裏にこいつもいるから初手クソ強いじゃん。準備は OK。 2個玉貼ってやべやべ。ポケモン研究所、謎の化石から進化するポケモンを2体までベンチに出すことができると。謎の化石じゃないんだよね。謎の化石から進化するポケモンってんだよね。そう、進化するおけるんですよ。強っ、来い。ズガイドスとってらしい。ズガイドスが来た。ズガイドスが来た。これがタッグチームに対する答えだ。じゃあどこ行ったって話だけど、はい、出して、で、使ったら番号終わるんで終わりです。そうか、使ったら番号終わる。はい、ポケモンチェックします。はい、お願いします。はい、1枚引きます。はい、そうだね、210か、あんま関係なさそうだな。じゃあハイパーボールで、はい、手札に行きます。よいしょ。ラプラス、ラプラス手札に加えて、そのままベンチに置きます。はい、カットお願いします。はい、よいしょ。はい、はい、ヤドマンのコラって返して、ダート自転車2枚見ます。ラッキー、次のお願いします。ラッキーもう1枚使います。あ、手札が1枚増えましたね。あーっと、じゃあ金取らしいお金は最初のうちは。あ、そうですね、確かに。で、まさきの金ですね。うちも使います。あらあらあら、何そのテンション。いや、今日はまさきがよく使われるな。7枚見ますね。じゃあせせらぎの丘とアカネを加えます。貼っときますね。そうっすね、せせらぎ貼りますわ。もうまあもう多分いいんだろうけど、まあ、言うて。で、せせらぎ効果使います。いや、でもズライドスをね、もう引き置いておきたい説はある。ああ、まあでもさすがに1枚ってことはないでしょ。ちょっとで使えるようにしてみたから買ってないでしょ。あっ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 はい、マーメイドコール使います。あ、カスミのオメガ1枚手札に加えます。まあまだ動けないんですけどね、これで終了で。で、1枚引きます。はい、丘か、丘か、丘、使います。はい、多分そんなにいないと思うんですけども、一旦デッキのカットお願いします。はい、としていただき、じゃあメタモンプリズムスターをプテラジェクスに進化。あ、お前が進化すんの。そうです。1進化だから普通に進化できる。できますよ。いけ、フーパーフォフォダブルフーパー出していき、またそういう GX から受けないとか。うるさい。ですね、ヤドマンのタックかわいそうに。かわいそうに、かわいそうに。これ悩むな。リーレで4枚引きます。はい、1、2、3、4。あー、まあ、OKOK。 化石はそういう制限系相性いいからね。そうだね、願い星。これでもガチガチにもう相手の選択肢を狭めて勝つという、うん、まあ、いやらしい戦い方をします。後ろの回収していくと。はい、やること多くて難しそうです。ヤマ、現代に2つのを投げるだけですよ。はい、カードゲームになってる。お、諸説ちょっと自分擁護してんのくさ。まあ諸説あるよね。となると、いや、殴りに行こう。ボードついてるんで、逃げれます。はい、よっしゃ、行くぜ。でーん、手張り。はい、面白い通りなんですけど、ロックドリルバイダイブではなくて、びっくりしたロックドリルダイブあったな。じゃあロックスマッシュ。はい、120。ラーメン3アタック、終わり。追加効果とかは特にないです。1枚いきます。ただ種ポケモンが技を使うために必要なエネルギーが1個多くなってます。なるほど、こいつが3エネルギーが3に必要ってことか。結構重いですね、それは。そうですね。せせらぎの丘使いましょう。行きましょう。いいのか、今しめの火力が。あ、そっちか
流れるような。ありがとうございます。バカネ使います。何枚ですか。あれカットしてましたっけ。してないです。まだお願いします。1枚だけフラッシュにあるんで、じゃあ合計3枚ですか。合計3枚ですね。これと確かに結構引けるな。ポンポンポン。おお、よかった。これ前は手張り、次手張り、だから1回しか触れないか。1回で倒すことができればって感じ。8枚効きそうな可能性もあるんだよな。1回後ろにしておきましょうか。手張りです。なんだよなんだよ、ビビったよ。シルで、よーし、1枚来ます。確かに化石嫌だな。よし、でも残念ながら倒せないんだな、これが。はい、パワーボール使います。はい、はい、パワーボール、ラブパールが回収。はい、はい、カットお願いします。はい、タッチームすげー倒す人。そうですね、進化、はい、して、これで手札が減ったんで、おもてなしで4枚、はい、引きます。どうぞ。そうじゃないんだよという顔をしている。まあしゃあなし、じゃあボックスマッシュ120、120耐えるんだよ。弱すぎかこいつ。偉いぞ。おい、見た目絶対こいつ HP250 もないもん。そうだね。1枚あって80じゃん。かわいそうに。あ、未然にトラッシュも。ということは、アクアバッチ使ってトラッシュの水攻めをここにつけます。はいはいはい。アクロ鍋回収します。はい、はい、お壁かで前に出して、チッチッチッ、手張りができるんだぜ、まだ。あ、まだ赤バツですか。あー、やべえ、それはやべえ。それはやべえ。で、一応出しておきましょう。はい、これで、ただね、全然火力が出ないんですよ、このポルプリスプラッシュ。あー、まあ、使えますね。2番でいいんじゃないですか。はい、2番でいいっす。3円でついてるから打てると。はい、で、1枚につき40だから、3枚とりあえず落としておけばいいわけだよね。6回です。あ、次でもっといっぱい引けるかもしれない。まあそうですね。3枚にします。3枚、遊びの願い、かすみの願い、第5の札と120段の下にあった。お前も120か。そうだな。1枚引くの。はい、どうぞ。いやでもね、違う点はこっちがワンパンされることなんだよな。悲しい。まずせせらぎを割ろう。はい、研究所グスマラプラス。ラプラス引っ張れ。これで火力を出させなくすればいいという。ラプラス。ジラーチ。はい、願い星。5枚。あー、なるほどね。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 カバン。はい。ん？怪しくなってきた。なんで手張りできねえんだよ。みんな最後取りに行こう。逃げます。はい。プテラ。あ、ノードン。ロックスマッシュ。原作が。はい。ようやく倒せたぜ。おい。はーい、ヤドマンの子だ。はいよ。で、いきましょう。1枚いきます。はい。よいしょ。はい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 、マアメイドコール使います。はい、プテラが2匹いるんで、でね、4つ必要っすよ。そういうルールじゃないんだ。よーく見てくれ、特性を。ん？普通に霞の願い使えばいいんだよね。あーだからサポートしたんだけど、手札に加えます。ずるじゃねそれで、回収できるんでしょ。もうなんか捨てることを目的にしてて、あ、回収することを忘れていた。こいつ自体を使うっていうのをしっかり失念してた。完全に40ダメージしか見えなかった、ね、そういう感じです。うわぁ、なんだその何か、何オタクが使えそうなデッキは。ポイポイスプラッシュ使います。3枚3死120と。はい、はい、します。ボーン、消し飛んでしまった。最後2枚いただきます。ジラチ1枚。はい、あー、まあこっちじゃないんだよな、欲しいな。ここは冒険のカバン使いましょう。冒険のカバン、はい、使って、ここでいいのか。帯とボード、冒険のカバンで黒帯とボード。はい、黒帯とボードを回収。まだいじります。はい、で回収します。ジラーチ出して、はい、ボード貼ります。はい、で、黒帯、黒帯、黒帯サイド負けてると投影に1個少なくなる。はい、クロービクロービ、手割りはまだしない。ハンドは5枚、5枚ようなことはまだいるので、白だ。はい、お願いしよう。お願いしろうな。お願いしような。どっちかを引きたい、せめて。せめてどっちかを引きたい。お願いします。はい、はい、6枚か。なんで自分の最初の枚数みたいな。さあ、どのエネルギーを引くのかって感じですか。まあいいや。まあいいや。願い押し。はい、白のかな。はい、了解です。うん、白の回収で。はい、
でもまあ技は打てるんで、よかったらお願いします。そうですね、逃げます。はい、ではしかもそこそこ出るから。そうですね、で、最大は負けてるんで黒火の効果はそしてて、技を打つために必要なエネルギーは投影に1個分減ってます。はい、じゃあワイルドダイブ GX で GX 相手のバトルポケモンについてるエネの数かけ50なんで150ダメージ出して打てる。はい、終わり。次に2個玉つけブロックスマッシュで。そうですね、1枚引きます。なるほど。一応後ろを育てながら攻めていきたいところ、ヤドンガンのゴラック GX に対面を張りまして、ここは研究所を使っとく。バン終わるわ。ブロワーで黒帯とエスケープボードはまあいいでしょう。黒帯2つで、ね、はい、帯側で、はい、で、ハンドがここか、セセラギの丘で張ります。はい、で、効果使います。はい、とラプラスで、ラプラスいまして、おい、よいしょ、マーメイドコールに対応使います。で、霞のお願いに手札に加えて、これじゃあまだ足りないから、霞のお願いを使います。はい、はい、ここの3枚を手札に加えます。はい、お願いします。うん、で、全力で倒しに行こう。おい、ポイプイスプラッシュ。おい、1、2、3、4、5、6枚、240ダッシュ飛んでしまった。で、サイド1、2とミラージュ。はい、あー、どうしたもんかね。とりあえずポケモン研究所に張り替えます。はい、はい、まあそこにかけるか。ここに手張りしておきます。はい、手張りして、いや帯がね取られたのが強すぎますね。うん、白まで、はい。あー、さっきやりたかったぞ。はい、はい、はい、お願いします。6枚一生に引くんだけど。最後に行ってる。いや、山にある。山にあるのか。あーと、願い星。はい、リセッター引いた。すげえ。ちょっと待ってね。はい、リセスター引いた。カットお願いします。はい、で、逃げます。はい、うん、逃げて、ジラーチもう光のやつですけど、はい、本番、まさきの解析開始。はい、リセスターね、まだ打たないね。怖いな、それもう一旦か。で、こう打っとくか。ハイパーボール。はい、山確認。あんまり見ないな。アブス回収だけします。2本が1個。はい、そうですね、あんま関係なさそう。まあ、そうです。いや、まあ、あるにはあるけどな。プラス出されるとちょっと強いね。カットお願いします。はい、で、ベンチ出しておきます。はい、出して、終わり。よし、1枚いきます。はい、豆どころ2回。はい、明日2のお願い。はい、手張り。はい、して、友達手帳で、手帳山に戻すのがグズマと、ダイゴかな。グズマとダイゴ、了解です。一応行ったら、まあ、多分持たなくちゃいけないから、アセロラはもうここまで来るとあんまり。なるほど。はい、はい、はい、ございます。よく混ぜておきますね。ありがとうございます。で、もうここは80触れば大丈夫だから、特に使う必要もないんで、そのままポイプスプラッシュで、はい、霞の目で今やったら80ダメージ取ります。はい、1枚、はい、1枚。でリセスターがまず飛んでくるんですよね。まあそうですね、まあリセスター打つんで打ちます。はい、取ります。あ、1枚お願いします。はい、おい、スーパーに手張りします。はい、願い星5枚。うん、竜巻回収。はい、おい、はい、うん、そうなんだよな。言います。はい、怖い。まあ、しまった。しまします。
じゃあ、渦巻引いたんで。キャーチラチラ。キャーはい。で、かすみのお願いどうぞね。まあ、これを開始して、ポイプスプラッシュ。はい、ありがとうございました。はい。邪魔するだけで何もしてないから。福田さん。いや、そう、これ、帯カウンターで、そう、やっぱそれだよね。ピッてやろうと思ったんだけど、一生なんかね、自分が悪い感じしました。いろいろと死んでたね。ありがとうございました。